どうもです。デゲポン TV です。本日はドケルバン病について解説します。手首の親指側が痛くなります。腱鞘炎の一種で日常診療で非常によく見られる疾患です。手首の親指側にはいくつかの腱が通っています。そのうち長母趾外転筋腱と短母趾伸筋腱という2種類の腱が通る腱鞘があります。その腱鞘の腱鞘炎をドケルバン病と言います。2種類の腱のうち、短母趾伸筋腱の腱鞘炎が痛みの主な原因となります。妊娠中や出産後の女性に多く見られます。更年期の女性にもよく見られます。スポーツマンや指をよく使う人にも多いです。親指を中に入れて握り拳を作り、手首を小指側に曲げて痛みが出れば、ほぼ間違いなくドケルバン病です。この検査は正しくはアイヒホフテストと言います。フィンケルシュタインテストと混同されていることも多いです。いずれにせよ、ドケルバン病はこの検査でほぼ診断可能です。治療法は簡単なものは、安静や装具を当てて固定することもあります。効果は非常に小さいです。痛み止めの飲み薬や、湿布や塗り薬による治療もあります。これらもそれほど効果はありません。局所麻酔入りのステロイドを腱鞘に注射する方法もあります。これが最も一般的な治療です。ステロイドの注射で治るケースが一番多いです。ステロイドの注射は、バネ指ほどではないですが、そこそこ痛いので、基本的に細い針で注射します。私の場合は30ゲージの針で注射しますが、少なくとも27ゲージの針で注射したいところです。ちなみにゲージ数は数字が大きいほど針は細いです。ステロイドの注射でも治らないケースでは、手術で腱鞘を切開します。手術するかどうかの判断はケースにより異なりますが、基本的にステロイドの注射を2から3回行って、症状が軽減しないケースで手術を検討します。手術は基本的に局所麻酔で行います。日帰り手術です。手術時間は10分程度です。皮膚切開は4センチ程度です。長母趾外転筋腱と短母趾伸筋腱の腱鞘を切開します。長母趾外転筋腱と短母趾伸筋腱の間に隔壁が認められるケースが多いです。手術を行うケースでは、ほぼ前例に認められます。長母趾外転筋腱は、複数認められるケースが多く、2本認められるケースが一番多いです。短母趾伸筋腱の腱鞘をきっちり切開することが重要です。頭骨神経線維が網の目状に走っており、神経を少し痛めると、術後痺れが生じるケースがあります。そのケースでも、時間の経過とともに痺れは軽減します。それ以外の合併症の心配はほとんどありません。手術後は指を使うことは術後すぐから可能です。ただ、装具を濡らしたりすることは抜歯の翌日までできないです。抜歯するのは手術をしてから1週間から2週間後になります。いかがでしたでしょうか？手首の親指側が痛い方は、一度手外科が専門の医師の診察を受けられることをお勧めします。手外ポン TV では手外科に関する情報を発信しています。新しい動画が出た時の通知が届くようチャンネル登録お願いします。また、こんな動画を上げてほしいなどのご要望があれば、下のコメント欄にコメントをお願いします。